私見ず知らなかったんですけれども、勝手に参加されてました。聞いてなかったんですよ、全く。なんだか知らないんですけれども、私が5000円払ってクリスマスプレゼント買うんですね。これこんなこと耳にも入ってきてなくて、なんでこんな企画があるんですか。プレゼント金額勝手に決定。いやでもあのキャスターさんに非はないと思うんですよ。これ聞かされてないんですよ。でもきっと、いやみーちゃんもりえなちゃんも悪くないんですよね。こう選ばざるを得ない環境下だったと思うのでなぜこんな企画がある。ちょっとこうね、事前に知りたいですよね、こういうのはね。ちなみに5000円から100円ということで、まあわかりました、5000円払いますよ。ただ何でしょうこの気持ち、知らず知らずのうちに決まっているこの気持ち。この後ムーンはゆかりんさんですけれども、ゆかりんさんにも気持ち聞いてみたいですね。極論しないですけれども、まあでもいいですよ、楽しい企画だとは思うんですけれどもね、うん、なんだか複雑な心境ですそう悪くないです、後輩たちは決して悪くないです、うん。私何を買おうか迷いますね。でもどうすんならね、いいものをちょっと購入したいと思いますので、誰しもが、はい、ちょっと喜んでもらえるようなものをちょっと頑張って選んでいきたいと思います。さあクリスマスもぜひ皆さん楽しんでお過ごしください。ここまでイブニング、ご参加ありがとうございました。この後20時からはウェザーニュースライブムーンが始まります。担当は白井ゆかりキャスターです。ぜひこの後も最新情報をご確認ください。では失礼いたします。